FIFAU20 女子ワールドカップ W 杯日本2ゼロオランダ18日日本時間19日準決勝コロンビアり。U20 日本女子代表ヤングなでしこがオランダに完勝し新型コロナ禍の中止を挟んで3大会連続となる決勝進出を決めた2大会ぶり2度目の優勝に応手0対0の後半10分にエースフォワード松久保真心 20イコール米ノースカロライナカレッジが先制の決勝点をマークした。フォワード松永みゆ、日テレ、東京ベルビメニーナがゴールライン際までえぐり、右から折り返し。飛び込んだ松久保が右足ダイレクトボレーで均衡を破った。JFA アカデミー福島時代の20年チャレンジリーグと21年なでしこリーグ2部で得点王に輝いた逸材。 ウィーリーグのマイナビ仙台を経て23年に米朝鮮を表明した。同年の女子 W 杯オーストラリアニュージーランド大会ではトレーニングパートナーに選ばれ、自身2度目の U20W 杯では10番を背負っている時代のスターが待望のゴールをもたらした。後半38分には2点目、MF 葉山美久、サンフレッチェ広島レジーナのスルーパスで抜け、勝利を決定づける追加点を右足でゲットした。 直後にお役御免の交代となった。今大会の日本は1次リーグ3連勝。準々決勝では、前回決勝で1対3の敗戦を喫したスペインを延長の末、仮を返す1対0の勝利を収めていた。決勝は22日、日本時間23日に行われ、北朝鮮と対戦する。今年3月の u 20女子アジア杯などで敗れており、リベンジへ。 試合後の松久保は、後半、いい時間帯に2ゴールを決められて貢献できてよかった。アジアで2回も負けている北朝鮮には、絶対に負けられない。全員で勝ちに行きますと決意を込めた。